シモン・ヒョードロビチ・ウシャコフは、ロシアの遺画家。モスクワで生まれ、モスクワで死去した。手で作られていない、救世主、1658年に、イタリ生三者聖セ,セルギー大修道院のために書かれたシモン・ウシャコフは、1626年に、モスクワで生まれた。彼はおそらく市民階級の出身であり、22歳の時に、国家機関である。 アーモリーオーダー内のシルバーチャンバーに悠久の職人として入っていることから見て非常に早い段階で彼の専門分野の徹底的な準備教育を受けていたようである。ここでの彼の直接の任務は署名、つまり主に金、銀、エナメルのアイテム、バナーのペイント、針細工のパターンの作成、地図の描画、計画など教会の道具や宮殿で使用される、 様々なアイテムの図面を作成することでした。当熱心な作品、彼が描いた、加えて実行イメージの中庭のため、教会や個人、そしてすぐにモスクワで最高の遺恨画家としての名声を得ました。1664年にウシャコフがシルバーチャンバーからアーモリーオーダーに移動したことで、彼の活動の範囲は拡大し、彼の名声はさらに高まった。彼は、 他の皇帝の巨匠の頭になり、遺婚画家の学校全体を形成しました。皇帝アレクセイ・ミハイロビッチと彼の後継者たちの大いの恩恵を享授し、芸術的部分について、あらゆる種類の指示を実行し、彼が死ぬまで彼は満足と尊敬の念を持って、行きました。シモン・フェドロビッチ・ウシャコフは1686年6月25日に、故郷で亡くなった。 最後のバンサン・ウシャコフによって描かれた多くのイ魂が現存するが、それらのほとんどは、後の記録と修復によって歪められている。保存状態がよく興味の対象となる作品として、アカフィストで囲まれた、受胎告知、ウラジーミルの生真女とモスクワの聖人、聖セ,セオドアストラキレーツ、手で作られていない、救世主、精霊の降臨、皇帝ミハイル・フィョードロビッチとアレクセイ・ミハイロビッチの、 肖像画などの遺構を挙げることができる。これらの作品は、ウシャコフの他の作品と同様に、彼が当時の技術のすべての手段を完全に習得した、高度な技術を持つ才能のある芸術家であったことを証明している。古代のモデルに従って、アイコンを描くという当時の規則とは異なり、ウシャコフは西洋美術に無関心ではなかった。17世紀のロシアでは、 西洋美術の影響がすでに強く広がっていた。原始的なロシアビザンチンの遺恨絵画に基づいて、彼は伝統的なポシブスタイルと新しい、いわゆるフラジスタイルの両方に従って描き、新しい構成を発明し、西洋のモデルと自然を綿密に調べ、画像に個性と動きを与えようとした。ウシャコフの業務には彫刻家のための絵を描くことが含まれていた。 ロビンスキーのロシアの彫刻家の詳細な辞書には彼が描いた二つのエッチングが示されている。彼はロシア君主の木の遺構を描いている。RU 参照。ありがとうございます。